作業自体は簡単よ。クライアントの願い事を現在に一番近い記憶から一番古い記憶へ転送するだけ。お、いけた。ここは前と変わっていないみたいだな。他の記憶も確認してみましょう。お、いけるいける。一応順番に見ていこっか。全部ね。全部というか、一個入れなかったところはあったが、ここもさっきと同じだ。普通は多少の違いが出るはずだよな。嫌な予感がする。この記憶、ただ繰り返されてるわけじゃない。全部さっきと全く同じだわ。そんなはずない。願い事はちゃんと転送したよな。ええ。また同じ。どうなってんだよ。なんで何も変わってない？変わってないか。確かめないと。ジョンの最新の記憶を確認しましょう。このシーン、本物のジョンの直近の記憶と全く同じ。この先を見るのは気が進まないな。でもそれでも行くしかないよな。ジョニー、これはこれは、こんなところへお客様とは珍しいこともあるもんだ。全く同じだな。私はドクターエヴァ・ロザリン、そしてこちらは。なんだよ、もう言わないぞ。ドクター・ニール・ワッツです。ジークムント・ライフ・ジェネレーション・エンジェンシーという会社をご存知ね。なあ、あの会社の方ですか？ちょうどよかった。実は今連絡しようと思っていたところだったんですよ。リリー、お茶の用意を頼めるかな？リリー？彼も止めて。これどういうこと？ここで待ってて。もう一度願い事の信号を送信してくる。何か変化が起きるか見ておいて。送信は間違いなくされている。何か変わった？全くもって。ありえないよな。仮に願いが叶うまで行かなかったとしても何の変化もないってのはおかしい。何かきっかけを作ってあげた方がいいのかもしれない。ずっと昔の記憶で？一番古い記憶がいいわ。行きましょう。それであの左のところ行けるようになるのかな。映画館のところか。ジョニーが月へ行きたいと願うには何かきっかけが必要なのかもしれない。それなら。なるほど。見る映画を変えちゃうっていう感じか。ムーンって書いてありますね。あれ？聞いていたのと違う映画だ。しょうがないな。リバーはこの映画でもいい？
いい、これがいい。そっか、じゃあ入ろっか。今濁ってしたね、ジョニーさん。これがきっかけになってくれればいいけど。あら、ニールは？お、移動ができますよ。こっちではなさそうなので、中入っちゃおっか。あれ？でも進んでる。そう、つけに行くのさ、ベイビー。これなんだろう、映画ですかね。だとしたら、俺の思い描いてた感じと結構違うんだけど。まあ、なんて好きなの、ヘンリー。空腹と眠気と戦いながら映画を構築しようなんて無謀すぎたわね。ジョーに変化があったか確認しに行きましょう。なんだろうね、これで好きに行きたいってなるかな。大丈夫かな。そんな感じはするけど、まあでも信じて行きましょうか。しょうもないものを見せちゃってごめんなさいね。ごめんな、ジョニー。さあ、変わっているでしょうか。全く同じ。別の場所にきっかけを作るしかないわね。このポイントか。この記憶の中ならどうかしら。で、顔に百科事典投げつけられたかなあ。うるさい。お前ら何やってんだよ。もう始まるぞ。早く行かないといい席取られちゃう。さっきと違う。違いますよね。このタイミングから、誘いに行ったんだよね。多分そうですよね。変化があったんだわ。今、彼女に構ってる時間はない。だいぶ鍵は握ってそうだけども、あくまでクライアントはっていうところですもんね。ここではなさそう。こっちか。じゃあ体育館のところかな。バラありましたっけ、この場面って。待って、これって記憶が変わったんじゃなくて。ハツさん、皆さん、お兄さんに注目。お兄さんはなんとあの NASA から皆さんにお話をしに来ました。あの NASA から、すごいな、そいつはすげえや。どんなお話かというと、はい、ミュージックプリーズ。あちゃー、どうする。話を戻します。皆さんはきっとこう思ってるに違いない。もう今の
ちゃんと見てたよ今ロザリンさんが。ロザリンさんの仕草を俺は。別の星へ旅するなんてそんなすごいこと自分には無理だ。金星の甘い香りを胸いっぱいに吸い込んだり、土星の輪の中を半時計回りに泳いだり、月の裏側でのんびり過ごしたりなんて自分にはできっこないよ。でも NASA はそうは思いません。強い意志さえあれば誰にだってチャンスはある。君にだってそしてもちろん君にだってね。でも僕は好きになんて行きたくないです。そうかそうか、それはよか。ねえ、なんで好き行きたくないの？なんで行かなきゃいけないんですか？僕は地球の暮らしに満足しています。でもジョニーさんそれ言われちゃうとさ、進まんすよね。進まないんだけど。あ、そっか。本当にちょびっとぐらいは行きたいと思ってるんじゃない？行きたくないです。どうして？これっぽっちも思ってない？はい、思ってないです。そっか。じゃあ NASA の公式リクルーターであるお兄さんが月の豆知識を教えてあげよう。まず月は45億年前に誕生しました。それから表面積はだいたいアフリカ大陸と同じくらい。知っていたかな？本当ですよ。もし月を自転車で一周したら。もうどんどん話してくれますね。そしてそして、地球から月までは高速で 1.5247 秒。空飛ぶ車で行ったら130日かかります。デロリアン的な感じですかね。知ってる。2以降だけど。最後に一番大事なこと、月へ行った人はお金持ちになって有名人になれます。お金持ちの有名人になれば当然モテまくりです。というわけでお兄さんのお話はこれでおしまい。いいですか、 NASA には誰だって入れます。特に茶色い髪の子は歓迎しますよ。めっちゃピンポイントに言ってるけど。さてと、これでうまくいくかな。ワッツさんなりにね、頑張ってくれましたよね。随分お粗末な NASA 職員だったけど、あれだけあからさまに煽れば目的は果たしたんじゃない？やるならとことんだ。結果確認しに行くんでしょ。おうよ、エヴァはここで待ってて。ただいま。どう？ダメでした。そうか。まあまあ、そう気を落とさずに。まだやれることはあるはず。例えば？そうだな。やっぱあの先に行く必要があるんじゃないのかな。じゃあ月旅行宝くじならどうでしょう。この家売れば余裕で買えますよ。もう何が何でもって感じになってるな。損失の間違いないですか。ええ、実際多くのケースでは。ご存知でしたか、 NASA にはとっても手厚い医療保険制度があって。どんどん食い込んできますね。社員はもちろん配偶者も保証を受けられるんですよ。宇宙ならただで馬に乗り放題ですよ。ならご結婚おめでとうございます。それじゃあここで謎々の一つ、羽ムーンに最適な場所は。すげえ強引になってるな。
もう完全に数打てば、みたいな感じになってますね、二人とも。2番？ダメだ。何をどうやっても何の変化もない。変化なしか。それ以前にバカバカしくてやってられないわ。バタバタ走り回ってクライアントに大声でがなり続けるなんて私たちの仕事じゃないわよ。そうなの？そうなの？まあ眠い頭でどうあがいてもいい結果は望めそうにないな。徹夜作業になるって分かっていたらコーヒー持参できたのに。そうね。私がさっき生成した映画もひどい出来だった。映画？いいから忘れて。とにかく時間がないのは確かだけど、こんなことを続けても無意味よ。朝まで休憩しましょう。それまでジョニーが持ちこたえてくれることを祈るしかない。だな。俺もちょっと電話したいし。ああ、でもね、相当体力使いそうなお仕事といえば、そうですもんね。わあ。装置は問題なく機能していた。ジョニーが登録した月へ行きたいという願いはちゃんと転送されているのに、当の本人は全く行きたがろうとしない。もしかして彼がこの願いを抱く第二の条件が変わってしまった？一つの願いが時間軸上の2つの地点で異なる結末を生む理由はそれしかない。その過程にリバーが深く関わっていることはまず間違いない。何かが願いの根幹に変化を及ぼしたとすれば一番疑わしいのは彼女だけど、具体的に何なのかがわからない。2番、あなたは一体何をしたの？もう時間がない。ニールは何か思いついたかしら？さあ、移動ができますよ。とりあえず中入るか。ニールが引いたリスの死骸、ここまで腐臭が漂ってきてる。一応見とく。大丈夫そうかな。多分ね、ニールさんを、ワツさんをね、探すんだろうけど。
上登っちゃった。容体は？もういつでもおかしくありません。まだ何かされてるんですか？ちょっと問題が発生してしまって。急いでください、あまり時間はありません。もう一人の方をお探しならキッチンにいらっしゃると思います。なるほどな。でさ、今改めてなんですけど、この3人の人物ってニコラスさんと、イザベルさんっていう可能性もあるよね。そしてリバー、どうなんだろう。キッチン行こうか。いやー、それは分かったよ。でもな、お電話中ですかね。で、クライアントの経歴書に記載は？その情報がどうして俺たちに伝わっていない？もっと言えば、なんで医者すら知らないんだ？なんか分かったのかな？そのコーヒーどこにあったの？本部と話してるの？そうだよ。後で全部説明するから。分かったら、お口チャック。お口ミフィちゃんですね。でも、それでもし、ああ、分かった。そうだな。これ、ジョニーのベッドに置いてきたのに。ああ、そうそう。これさ、どこで見つけた？喋っていいの？昨日の夜、東大で見つけたのよ。それ、一匹だけじゃなくてたくさん。地下室にもあったわ。おう、なるほど。どうなんだろう。ちょっと待つのかな。じゃあ書斎って違ったら東大方面目指してみますか。あとはあれか、リッサーのところか。あ、めっちゃ可愛いね。でもダスクライト超気になるんだけどね。こっちはめっちゃ読めるんだけど。エリーさんとお話できそう。昨日は私もバタバタして子供たちをすっかり夜更かしさせてしまいました。突然のことでしたから無理もありません。ええ、何か私にご用でしょうか。お、いろいろと聞きますね。まずリリーのことからいきましょうか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。